皆さんこんにちは、教育百貨店の平野と申します。今回は第3弾といたしまして、早稲田アカデミーの倒し方っていうのをやっていきたいと思います。前2回の動画でも言及してるんですけど、各塾の悪口を言ってるというわけでは全くありません。強み弱みを分析して、自分の塾がどうやって差別化したらいいかというのが目的ですので、今日であれば早稲田アカデミーさんの悪口を言うとかそういうわけじゃありませんので、その辺だけ誤解ないように引き続き聞いてほしいかなというふうに思います。では早速もう中身に入っていきましょう。改めてですが、本日は早稲田アカデミーの倒し方ですね。早稲田アカデミーっていうのは首都圏を中心に展開していまして、東京、神奈川、千葉、埼玉を中心にやっています。全国学習塾売上高においてもトップ10に常に入っている、大手の企業であるということができるかなと思います。早稲田アカデミーの有価証券報告書を読むとですね、早稲田アカデミーの強みとはみたいなのをね、自分たち記載されてるんですよ。でそれ何かっていうと、まず一つ目がここに書いてある通りなんですけど、難関校の合格実績っていうのをすごく言ってます。何度も記載があります。二つ目に、僕普段の動画で絶対に塾のサービスっていうのは地域の塾とかと、他の塾と比べて差別化をしましょうねって話を何度も何度もしてるんですけど、早稲田アカデミーってもう報告書の中に差別化する、差別化していく、差別化差別化差別化ってね、めちゃめちゃ書いてあるんですよ。僕とかがね、差別化しようぜって言わなくても、もう差別化ってのを目標に掲げて差別化しようとしてるんですよね。他の塾にはない記載内容だったかなっていうふうに思います。特徴的な文章が1個ありました。合格実績の伸長を入塾同期と退塾率につなげていくっていうふうに書いてあるんですよね。自分たちの塾をどうやって売っていきたいかっていうのが、もうこの一文にまさに表れているかなと思っていて、我々の売りは合格実績なんだ、それが差別化なんだ、ここを押していきたいんだろうなという気持ちはかなり伝わってきます。有価証券報告書に書いてある内容を踏まえつつ、早稲田アカデミーの強みっていうのをちょっと3点取り上げてみました。まず1つ目が、本人たちも言ってるように合格実績ですね。ただ合格実績ですね、高校受験の早慶付属校と開成高校は1位なんですけど、中学受験においては2位になってるところが多いので、ぶっちぎりで1位とまでは言えないのかなというふうに思ってますが、それでも首都圏の難関中学と呼ばれているところ、難関高校と呼ばれているところはもうまんべんなく広くカバーしている、そしてそれもある程度の人数は合格させているっていうところが一つ強みとしてあるのかなと思います。二つ目、広告宣伝に相当力を入れてると。でね、芦田愛菜さんを起用したことによって小学5、6年生の在籍が大幅に増加したって書いてあるんですよ。生徒の在籍増が全て広告宣伝によるものとは言えないけれど、報告書には小学生で 26.7%、 中学生で 9.2%、 高校生で 7.4% の在籍像が見られたっていう風に記載があるので、結構攻めた広告宣伝をして生徒を集めているっていうのは強みかなと思います。この辺はね、広告宣伝費をあまり投下できないような塾にとってはかなり痛いところなんじゃないかなと思います。あとね、早稲田アカデミーの強みって大株主がね、すごいメンツが揃ってるんですよ。塾に限らず企業って何でも、株主って言いますよね。他の塾とか見ていると大株主って大体銀行とかが多いんですけど、早稲田アカデミーの大株主って永瀬、これ東進やってるとこですね。で栄新館、これは福岡最大の塾です。名工義塾、学研、すごいメンツがね、株主やってるんですよ。つまりこれ何が言いたいかっていうと、早稲田アカデミーって塾が惚れる塾なんですよね。じゃなかったら本来ライバル塾である人たちがこんなにもこぞって早稲田アカデミーの株買わないでしょ。という意味では大株主のメンツを見ると、ああ、やっぱ信用性のある企業なんだなっていうのはね、一目瞭然でわかるわけなんですよね。じゃあそんな早稲田アカデミーに弱みってあんのかって話なんですけど、弱みはありました。報告書にも記載されてるんですけど、指導ツールっていうのを作りきれてないみたいな記載があるんですよ。人の手に頼らない指導ツールに関しての開発の言及がないんですよね。かなり人の手でやってるなっていうのがわかります。とにかく人の手で教えて、人の手によって指導をして、人の手によって管理をしていくっていうスタンスが強く、そこから脱却するためのツールを開発しますということに関しては一切記載がないので、そのあたりは弱みなんじゃないかなと思います。それとリンクしてるんですけど、いわゆる AI とかウェブシステムを使った生徒向けのサービスっていうのが
まあ、遅れていると、まあ、これは言えるんじゃないかなと思います。さらにそこからね、もう少しこう言い方を変えると、どうしても人がやるとそのやった人の優秀さとか経験とか価値観によって与える影響ってばらつきが起きますよね。塾の現場でもそうなってるとしたら、受けてる先生によってかなり効率的だったり非効率だったりするという現実問題は抱えてるんじゃないかなと思います。ツールが弱い、システム系が弱い、人の手によって非効率なことが起きている、これが早稲田アカデミーの弱みかなといや現状思いますし、まあ本人たちも報告書でそうやって言ってるんで、ね、まあ間違いはないかなと思います。じゃあその上で早稲田アカデミー以外の塾講師の先生はどうやって早稲田アカデミーと差別化して生徒を確保していくかっていう話なんですけど、生徒や保護者にアピールしたいポイントは、まずね、学習指導ツールってのをアピールしましょう。売りにしてる小塾の商品とかね、そういうものをもっともっとこう売ってってほしいし、さらに付け加えるんであれば2番ですね。それによってうちの塾は学習効率がいいんだと、短時間で基礎的なものを終わらせて早く受験対策の講座に入っていくみたいな売り方はかなりありなんじゃないかなと思います。まあ言ってみれば、この1番と2番ってのは早稲田アカデミーの弱みをまんまひっくり返して強みですよっていう、まあこの戦略がありかなと思うんですよね。まあ徹底的に相手の弱みをついていく、言ってみれば差別化ですから、それはいいんじゃないかなと思います。ちょっとこの3番下水んで、あまり勘違いして捉えてほしくないんですけど、中学受験の合格実績の1位ってほとんどサピックスが持ってるんですよ。神奈川に出てこればまた違う塾が強いんですよね。特に中学受験で言える話なんですけど、例えば保護者面談をしている最中に自分の塾を一択で選んでもらえるようなツールがあるとか強みがあるとか、そういう雰囲気を感じ取れたんだったら別に構わないんですけど、サピックスと早稲田アカデミーとあなたのいる塾の3つで迷ってますみたいなケースの時に、結局合格実績はサピックスの方が上なんですよ。ってことは合格実績で選ぶんだったらサピックスですよってもう言っちゃう。これはね、一つ下水けどありだと思う。3択じゃなくてサピックスとうちの2択にしたらどうですかっていう提案は、早稲田アカデミーにとってはかなり嫌なんじゃないかなと僕は思います。ただ下水んでちょっと使いどころには十分気をつけてほしいかなと思います。はい、というわけでですね、まあ終始ですね、基本的には早稲田アカデミーが強かったねっていう話だったんですけど、まあどんな塾にも弱みがあるんで、まあいろんな視点を持ってそれぞれ今の塾の現場で差別化してぜひね貢献していってほしいなというふうに思います。次回栄光ゼミナールの倒し方やっていきたいと思います。それでは参考になった方、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。